私物は全部持っていきますから。当たり前だよ、さっさと出て行け。どこまでも夫の味方の義良心、悪いことをしても夫を咎めないことに私はもう我慢の限界だった。引っ越し業者が荷物を積み終えてトラックが発車する。それを見送った後、私は車に乗り込んだ。どういうこと？お母さんたちには全部伝えてるから。そんな。絶句して膝から崩れ落ちる夫を横目に、私は車を発進させた。私の名前はのぞみ、31歳の会社員だ。夫の正人とはもともと同じ職場で働く同僚だった。正人は私よりも3歳下で、新入社員として入ってきた彼の教育係を私が務めたことが出会いのきっかけだ。最初はもちろん仕事を教えることに必死で、恋愛感情なんて一切なかった。だが彼が独り立ちしてから、少しずつ私たちの距離が縮んでいった。そして正人は入社をして5年ほどが経った頃、別の会社に転職をすることになった。その時に彼は私に告白をしてくれたのだ。私も彼のことが気になっていたし、離れ離れになるのは悲しいと思っていたから、告白されたことはとても嬉しかった。もちろん答えは OK で、私たちは付き合うことになった。それからは順調に交際を続けていった。仕事後に食事に行って、お互いの仕事のことを話したり、休みの日にはいろんなデートスポットにも行った。それから交際を始めて1年が経った頃に、私は彼からプロポーズをされた。俺は初めてのぞみを見た時から、この人しかいないって思っていたんだ。そしてこうやって交際を続けていっても、その気持ちは変わっていない。これからも、俺はのぞみとそばにいたいと思っている。だから、俺と結婚してください。年下らしく勢いのあるプロポーズに、私はとても胸がキュンとした。そして彼のことが大好きだったので、もちろんプロポーズを承諾。こうして私たちは結婚することになった。それからお互いの親に挨拶をして、両家の顔合わせを済ませて結婚式も挙げた。これから幸せな結婚生活を送れるとそう思っていた。結婚して最初の頃はとても幸せだった。夫はちゃんと家事を分担してくれるし、休みの日も一緒に映画を見たり、ショッピングをしたり、ドライブをしたりと、充実した時間を過ごすことができていたと思う。それから私たちは部屋が狭く感じ始めていたので、結婚して半年ほど経った頃に引っ越すことにした。いろいろと物件を見ながら、今後子供ができた時のことを考えて、広めの部屋に住むことにした。休みの日はだいたい物件の内覧をしていた。そして何件か夫とピックアップして、二人が一番いいと思った部屋に決めた。少し家賃が高めになったが、それでも満足のいく部屋を決められたと思う。実際に引っ越しを完了させて住み始めると、ものすごく快適だった。システムキッチンだから毎日の料理が楽しいし、部屋も一つ一つが広い上に部屋数も多いので、ものすごくゆったりとできる。夫も大満足のようで、毎日幸せそうにしていた。そんな風に幸せな日々を過ごしていた私たち。だが、そんな私の幸せはその後少しずつ崩れていくのだった。ある日、義良心が私たちの新居を見たいと言って遊びに来た。義良心は私たちの部屋を見て、とても驚いていた。わあ、ものすごく綺麗ね。それに部屋も広いわ。すごくいい家だな。そうだろう。本当に住み心地がいいんだよ。夫は鼻を高くして誇らしげにそう答えていた。私もそうやって義良心に部屋を褒めてもらえて嬉しかった。だがそれから少し経ってから義良心から夫の元に連絡が入った。同居したい。私は夫がそう聞き返しているのが聞こえてびっくりした。
まだ私たちは結婚してから半年ちょっとしか経っていない。それにこの部屋に引っ越してきて、まだ1ヶ月も経っていないのだ。そんな状況で同居なんていうのは無理がある。さすがにそれは夫も断ってくれるだろう。私はそう思っていたのだが。ああ、まあ、望みが大丈夫か聞いてみるよ。で、夫の発言に私は耳を疑った。そんなの断るに決まってるじゃないか。っていうか、お前が最初から断っておけよ。そう心の中で突っ込みながら、夫が電話を終えるのを待った。どうしたの？お母さんたちからの電話？ああ、なんかこの部屋で同居したいんだってさ。え、なるほど。義実家ではなくこの部屋で同居をしたいっていうのか。だが、私はそれでももちろん嫌だった。別に義両親が嫌いとかそういうわけではない。しかし、まだやっぱり夫婦だけでの生活を楽しみたい。どうして同居したいって言ってるの？なんか実家の家が古くなってきて、修繕費とかがものすごくかかるみたいなんだ。だからそれなら俺たちと同居した方がいいんじゃないかっていう話になったみたい。なんだそれ。全部自分たちの都合じゃないか。まだ介護が必要になって、私たちのサポートが欲しいとかなら同居したいという理由としてわかる。だが義両親が言っている理由は、単純に費用を抑えつついい部屋に住みたいっていうだけじゃないか。私は反対だな。え、どうして？だって私たち、まだ結婚してから半年くらいしか経っていないんだよ。それなのにもう同居なんて考えられないよ。私がそう言うと夫は険しい顔をした。さっきの俺の話聞いてた。父さんたちは家の修繕費が高くなるから困ってるんだよ。それは聞いたわよ。だからって息子が住んでる部屋が綺麗で広いから同居しようっていうのは違うと思うわ。高くても修繕費を支払うか、家を売ったりリフォームしたりとか、自分たちでまずは解決してほしいんだけど、私はここで引いてはいけないと思い、正直に自分の気持ちを答えた。だが夫はそれに対して怒ってきた。のぞみがそんな薄情なやつだと思わなかったよ。普通は旦那の親が困っていたら助けるのが嫁ってもんじゃないのか。なんだその理屈は。じゃあ、あなたは同じ状況で私の親が同居をお願いしてきたら同居するの？俺はいいと思うよ。え？だってのぞみの親が困ってるんだろ。俺はのぞみと違って拒絶することはしないよ。果たして本当だろうか。私を悪者にしたいから、今は口でそうやって言ってるだけじゃないのか。本気で私の親が同居したいと言ったら、承諾するのか。結局煮え切らないまま話は終わってしまった。一応私の気持ちはちゃんと伝えたし、また同居について相談をされても私は断ろう。そう心に決めた。だがそれから数日後の休日に、いきなり義両親が家にやってきた。しかもその手には大きな荷物があったのだ。ふう、重たかったわ。私たちも年を取ったということだな。母さん、父さん、お疲れ。ここが母さんでこっちが父さんの部屋だから。私は目の前で何が起きているのかわからず、しばらく固まっていた。そしてハッとした後、すぐに夫を引っ張って問い詰めた。ちょっとこれどういうこと？母さんたちと同居するんだよ。私反対したじゃない。母さんたちが困っているのを放っておけないんだよ。俺は亭主なんだから、この家のことに決定権を持ってるのは俺だ。母さんたちと一緒に住む。これは決定事項だから従え。夫は無理やり義両親との同居を決めてしまった。信じられない。まさか夫がこんなことをしでかすなんて。義両親は当たり前のように自分たちの荷物を部屋に運んでいった。
しかももともと部屋にあった私のものなどを雑に避けて、自分のものをしまい始めた。ちょっと、そんな乱暴に投げ捨てないでください。片付けてないあんたが悪いんでしょ。私たちが住むんだから、きれいにしておきなさいよ。そう言って私を睨みつけてくる義母。こっちは今同居を聞かされたんだよ。無理に決まってるだろ。私は腹が立ちながら自分のものを回収した。それから義両親は当たり前のように私に命令をしてきた。荷ほどきで疲れたから早く飲み物を用意してちょうだい。私のも頼む。こういうのは言われる前に嫁が用意しておくものだろう。ぐちぐちと私に文句を言ってくる義両親。何当たり前のようにここに住んでるんだよ。しかも私を家政婦のように扱ってきやがって。義両親に対してはもともとそこまで悪い印象は持っていなかったが、今の態度で一気に嫌いになった。そしてどうして私への態度が冷たくなったのかすぐに分かった。どうやら夫が義両親に私が同居を反対しているということを話したらしい。それで義両親は私に腹を立てているそうだ。だが私は至極当たり前の反応をしただけだし、そもそも腹を立てているのはこっちだ。無理やり同居を決めて勝手に住み始めるなんて、まともな人がすることではない。しかし荷物を運び終えてしまった以上、すぐに追い出すこともできなかった。それに苦労して選んだこの部屋を私だけが出ていくのは、なんだか負けた気がしてとても腹が立つ。だから私は、どうすれば一番いい形で義実家の人たちを懲らしめることができるのか考えるようにした。こうして望んでもないのに始まった私たちの同居生活。義両親は遠慮などなく好き勝手に暮らしていた。冷蔵庫の中の食材も自分たちの使いたいように使ってしまうので、晩ご飯で作ろうと思っていた料理が作れずに急遽メニューを変えなきゃいけないということが多々あった。さらには家の掃除もしてくれないので、部屋がすごく汚れるのだ。まだ夫と二人で生活をしていた時は、お互いに日中は家にいないからそこまで汚れることがなく、休日に一気に掃除をするだけでも十分に綺麗さを保つことができた。だが義両親は日中ずっと家にいるので、当たり前だが家の中は結構汚れてしまう。それなのに一切掃除をせず、私にやらせようとしてくるのだ。家事は嫁の仕事だろ。どうして私たちが掃除をしなきゃいけないんだい。何を言ってもそうやって全部私に押し付けてくる義両親。この人たちにとって私という存在は本当に家政婦のようなものなのだろう。だが私も言いなりになるつもりはなかった。だから掃除は必要最低限しかしないし、持っている自動で掃除をしてくれる家電に頼った。それについて義両親が文句を言ってきても無視。そして部屋は自分の部屋しか掃除をしなかった。本当にどうしようもない嫁だな。マサトがかわいそうだわ。そうやって怒る義両親。そして夫も、母さんたちの言う通りだ、お前は嫁失格だなどと言って私を罵倒してくる。私はとことんこの男と結婚をして失敗したなと思った。だがそんな中、気になることが出てきた。それは夫の帰りが急に遅くなりだしたことだ。夫は残業だと言っているが、あまり疲れている様子はない。しかも普通なら匂わないはずの石鹸の香りとかが、残業から帰ってくる夫からしてくるのだ。これは絶対に残業じゃないなと私は直感的に思った。そして更新所に調査を依頼することに。すると夫は私の予想通り不倫をしていた。しかも自分よりも5歳も若い女性とだ。どうやら相手はキャバクラで働いているらしい。私は呆れて物も言えなかった。どこまで夫は自分勝手なのだろうか。
だが逆にこれについては夫に感謝しなければ。夫が不倫をしてくれたおかげで、私はものすごく有利な状態で離婚をすることができる。私はすぐに弁護士を雇い、離婚の準備を始めた。その間も義両親は好き勝手に生活をしていた。義父はすでに定年退職をしているので、毎日のようにゴルフに行っているようだ。部屋には大量のゴルフクラブがあった。そして義母は義母でしょっちゅうお友達とお茶会をしているようで、そのお茶会のために着るブランド服をよく買っている。あんなに浪費をして大丈夫なのだろうかとちょっとだけ思うが、私には別に関係ないので特に何も言わない。それから私は新しく住む部屋なども決めて、弁護士との話し合いも進めてようやく離婚の準備が整った。これであとは夫に離婚届を突きつけるだけだ。だがそう思っていた時に、ちょうど夫は出張に行っていた。まあ本当に出張なのか怪しいところだが。仕方ない。夫が帰ってくるまで少し我慢するか。そう思っていたのだが、その日の夜にまさかの出来事が起きた。私はその時お風呂に入っていたのだが、上がって居間に飲み物を取りに行くと、義両親が鬼の形相で私のことを睨みつけてきたのだ。よく見るとテーブルには、私が用意していた離婚届が置かれていた。おい、これはどういうことだ？ちょっと勝手に私の部屋に入ったんですか？離婚届がバレたことよりもそっちの方が嫌だった。そんなのどうでもいいでしょう。いや、どうでもよくない。どうして離婚届を用意してるのよ。義両親は顔を真っ赤にしてそうやって聞いてきた。仕方ない。先に義両親には話すか。私は夫が不倫をしていることを伝え、それが原因で離婚をするつもりだということを説明した。すると義両親は驚きの発言をした。なるほど。あんたは捨てられたってわけね。今よりも若い子が息子の嫁になってくれるのか。全然そっちの方がいいじゃないか。そう言ってヘラヘラと笑う義両親。本当に最低だ。そして義両親は私にすぐに出て行くように言った。もちろん出て行きますよ。ですが引っ越し業者に依頼をしなければいけないので、少しだけ待ってください。私物は全部持っていきますから。当たり前だよ。あんたの荷物なんて邪魔でしかないんだから。なんなら息子が出張から戻ってくる前にいなくなってほしいくらいだよ。さっさと出て行け。どこまでも夫の味方の義両親。悪いことをしても夫を咎めないことに私はもう我慢の限界だった。絶対に痛い目に遭わせてやる。私はそう思いながら引っ越し業者に連絡をした。運よく2日後に来てくれるというので、私はそれでお願いした。引っ越し先の部屋はすでに契約済みで、いつでも移り住めるようにしている。私が2日後に出ていくことを話すと、義両親は、それじゃあ1泊2日で温泉にでも行ってくるから、そのうちに出て行って、と言った。こちらとしても義両親がいないことは好都合だ。私は一人の状態で引っ越し業者の対応をした。邪魔者がいないので、サクサクと荷物を運ぶのが進んでいった。引っ越し業者が荷物を積み終えてトラックが発車する。それを見送った後、私は車に乗り込んだ。すると、ちょうど夫が帰ってきたところに遭遇してしまった。どこに行くんだよ。どこって新居よ。は、何言ってるんだ。ちょうどよかったわ。今のあなたの部屋の机の上に離婚届置いてるから。どういうこと。不倫をしているあなたとは離婚するって言ってんの。更新所の調査結果も出てるから、言い逃れはできないからね。ま、待てよ。落ち着いて話し合おう。いやよ。
あとは弁護士を通してやり取りするだけ。お母さんたちには全部伝えてるから。あんたが不倫をしてるって言ったら喜んでたわよ。さっさと出てけって言われたわ。この家の家賃の半分以上を私が払ってることも知らずに、よくそんなことが言えたものだわ。私がいなくなるんだから、一人で家賃支払うの頑張ってね。もちろん、慰謝料は請求するから。そんな。絶句して膝から崩れ落ちる夫を横目に、私は車を発進させた。その後、義両親からも電話が来ていた。ちょっと、どういうこと？どうして家具や家電が一つも残っていないのよ。私、言いましたよね。私物は全部回収するって。あの家にあった家具や家電は全部私が買ったものですから、私が持っていくのは当然でしょう。嘘でしょ。本当ですよ。私の方が雅人さんよりも収入がかなり高いんですから。義両親はそうだと思っていなかったようで、ものすごく驚いていた。あと家賃のこととかもちゃんと息子さんから聞いてくださいね。お母さんたちが今までのように、1円も出さずに済むような状況にはならないと思いますから。そんな。頼む。戻ってきてくれ。それは困るんだ。私たちは家も大した額で売れず、貯金も全然ないんだ。そりゃ、あんな風に後先考えずにアホみたいに散財をしていたらそうでしょうね。でも、私には関係のないことですから。あとは弁護士を通じて息子さんと離婚の手続きをするだけです。私はそう言って電話を切った。そして夫と義両親の番号を着信拒否にした。それから弁護士を通じて夫に離婚と慰謝料を請求。不倫相手にももちろん慰謝料を請求した。結果的に、それぞれから300万ずつ支払ってもらうことになった。元夫は借金を背負った上に、今まで私に頼っていた収入面が一気に減ったので、結局あの部屋を解約せざるを得なくなったらしい。そして現在はかなり狭いアパートでぎゅうぎゅうになりながら、家族3人で暮らしているらしい。だが岐阜のゴルフクラブとか、リボのブランド服やバッグなどでさらに狭くなっているらしく、ものすごいストレスが溜まっているらしい。さらに義両親が借金をしてまで浪費を続けているらしく、家族揃って夜逃げをしないといけないほど大変な状況なんだとか。元夫からそういった説明の後に助けてほしいとメッセージが来るが、全部無視をしている。私が助けると本気で思っているのなら、相当なアホだ。一方、私は単身用のマンションに住んでいるのだが、とても快適だ。結婚には失敗してしまったが、仕事は順調なのでこのまま仕事に打ち込んでいき、昇進や昇給を狙っていこうと思う。うちの雅人を尻に敷くなんて最低よ。ニート嫁のくせに生意気なんだよ。俺の言うことが聞けないなら出ていけ。夫に騙されている義母。そして適当なことを言って義母を味方につけている夫。もうこんな奴らに振り回されるのは嫌だ。私ならきっと新しい人生を送れるはずだ。わかりました。この家から出て行きます。私がそう言うと義母は手をたたいて喜んだ。これでやっとエリートな雅人が正当な扱いを受けられるわね。そうですね。やっとですね。私は微笑みながら荷物をまとめ始めた。私の名前はのぞみ、34歳の会社員だ。私には最近付き合っている彼氏がいる。彼の名は雅人と言って、私より3歳年下の会社員だ。彼との出会いは合コンだった。イケメンで明るくて話が面白かった彼に私は惹かれてしまった。そして彼は大企業に勤めているらしく、
社会人としてもちゃんとしているようだ。彼も私に惹かれたようで、私たちはすぐに二人で会うようになった。その後、付き合うようになり、現在も順調に交際を続けている。彼は優しくて紳士的な人だ。そして大企業に勤めていながらも倹約家で、あまり無駄遣いをしない人だった。私とデートに行っても、割と安い店が多いのだ。私は別に高級レストランとかにそこまで惹かれるタイプではないので、無駄に高価なデートでもてなされるよりも、安いお店でリラックスしながらワイワイする方が好きだ。そういう点も彼への印象が高かったポイントの一つだ。そうして彼との交際を続けていたある日、彼からプロポーズをされた。もちろん私は二つ返事でプロポーズを承諾。彼となら幸せな結婚生活を送れると、そう思って疑わなかった。しかし、この彼との結婚が私にとっての地獄の始まりになるなんて。私と彼はすぐにお互いの親に挨拶に行った。私の親は彼のことをすぐに気に入り、結婚を承諾。そして次は彼のご両親に私が挨拶をする番だ。彼のご両親は温かく私を出迎えてくれた。優しそうなご両親で安心したのだが、私は少し引っかかることがあった。それは彼の母親のことだ。マサトは大手企業で働く超エリートでね。何でもできる素晴らしい子なのよ。息子の功績を称えることは別にいいと思うのだが、なんというか溺愛している感じが少しあった。だが彼の父は至って普通で、ちゃんと社会人になってくれて安心してるよ、と言って、冷静に息子のことを見ているという感じだった。二人とも私と彼との結婚を認めてくれて私は一安心。そして結婚式をして新婚旅行にも行って、私たちは夫婦としての生活を始めた。しかし夫と暮らし始めてから、私は驚いたことがある。それは夫の金遣いの荒さだ。夫はデートの時は安い場所で済ませていたのに、自分の趣味のものなどにはとことんお金をかける人だったのだ。ちょっと、これって同じ服じゃないの？色違いで3枚欲しいじゃん。そんなにいる。1枚いくらなの？1枚2万くらいしたかな。え、それじゃあこの服だけで6万じゃない。もったいないでしょ。何言ってるんだよ。全部欲しかったんだからいい買い物だよ。俺の稼ぎを俺がどう使おうと勝手だろ。いやいや、独身時代ならそれでもよかったかもしれないけど、今は結婚して二人で生活してるんだから、もう少しお金の使い方を考えてよ。私がそう言うと夫はシュンとした。確かにそうだよな。ごめんな、ちょっと配慮に欠けてたよ。夫はそう言って謝ってくれた。よかった。分かってくれて安心したよ。私は夫が話の通じる人でよかったと思ったのだが、この後、夫は衝撃の事実を告げた。夫婦でお金のことは全て折半になるんならさ、借金も半分こだよな。え、借金。もしかして借金があるの？実はそうなんだ。一体いくらなの？私が緊張しながら聞くと夫は驚きの金額を言った。300万くらい。え、そんなに？どうしてそんな多額の借金を背負ってるの？いや、リボ払いとかいろいろ使い込んでいたらいつの間にか借金が膨れ上がっちゃって。そう言ってはははと笑う夫。私はクラクラして倒れそうになった。笑い事じゃないでしょ。でもあなた大手企業に勤めてるじゃない。なんでそんなに借金が膨れ上がっちゃうの？実は。夫はさらに驚きの発言をした。夫が働いているのは大手企業ではなく、その大手企業の子会社の子会社らしく、
給料もかなり安いらしい。詳しく聞くと夫の手取りは15万円だそうだ。私は本当に気を失いそうになった。あなた、私に嘘をついていたの。いや、そういうつもりじゃ。完全に嘘ってわけではないしさ。私は夫に対してかなり失望したが、それでも結婚したばかりだし、夫のことを完全に嫌いにはなっていなかった。幸い私は中小企業での勤務だったが、役職に就いていたので、かなり給料がいい方だった。だから私が頑張れば、二人の生活費と借金の返済はなんとかなるだろうと思ったのだ。そうして私は夫の借金を毎月返済することになった。300万の借金なんて早く返してしまいたい。だから私は毎月10万を返済に充てようと考えた。本当ならそのうちマイホームでも建てようと思ったが、そんなことは無理だ。一時的に住もうと思っていたこの部屋は家賃は手頃な価格だし、しばらくはこの部屋で生活をするしかない。私はこれからのことをいろいろと頭で考えながら整理していった。どう計算してもなかなか大変なことには変わらない。夫にももちろん借金の返済は協力してもらって、そして生活費もうまくやりくりしていかなければ。それからというもの、私は節約に励んだ。毎日の献立を考えて、ちゃんと自炊して休みの日は安い八百屋で野菜を買ったりした。私は飲み会が好きだったので、よく同僚と飲みに行っていたのだが、それも控えた。まずは借金を返済すること。それを第一として一生懸命頑張った。毎月10万を出すのはなかなか大変だったが、自分でも本当によく頑張っていると思う。今月もちゃんと10万振り込んだからね。ありがとう、のぞみ。本当に助かるよ。マジで感謝しかないよ。俺絶対にお礼するから。うん。まずは早く全額返しちゃいましょう。こうして返済と節約生活を続けてあっという間に半年が過ぎた。夫も手取りから5万ほど返済に充てていると言っていたし、現在は2人合わせて90万返済しているということだ。でも残りまだ210万もある。気を引き締めて頑張らないと。そう思った時、いきなりインターホンが鳴った。私が出ると、それは宅配業者だった。こんな大荷物一体何が届いたのだろう。サインをして受け取った荷物を見ると、それは夫宛だった。私は嫌な気分がして、夫の確認をせずに開けて中身を見た。するとそこには男性のブランド物の服やカバンが入っていた。何よこれ。私が驚いていると夫が目を覚まして起きてきた。私はすぐに夫を問いただした。ちょっと、なんでこんなもの買ってるの？あなた、まだ借金残ってるのよ。私がそう怒鳴ると夫はとても嫌そうな顔をした。朝っぱらから怒るなよ。だいぶいいペースで返済できてるんだから別にいいだろ。ちょっとしたご褒美だよ。ちょっとしてないのよ。こんなに高いものを何点も買って。一体総額いくらしたの？別にいいじゃないかよ。そんなこと気にしなくても。気にするわよ。私は段ボールの中に領収書を見つけたので、それを手に取って金額を確認した。ちょっと。総額30万じゃない。あ、おい。勝手に中身を見るなよ。うるさいわね。こんな無駄遣いしてどういうつもり？30万なんて、あなたがこの半年間で返済したお金と同じ額じゃない。これじゃあ、私が一人で返済しているようなものでしょ。私が感情的になってそのように怒ると、夫もイライラしてきたのか言い返してきた。だからご褒美って言ってるだろ。俺だって頑張って返済に当ててたんだ。息抜きくらいさせてくれよ。
理不尽な逆切れだが、私だって負けるわけにはいかない。息抜きの程度が激しすぎるのよ。もう我慢できないわ。これからは私が全部の家計を管理する。あなたのクレジットカードと通帳と印鑑、キャッシュカードも全部預かるから。な、ちょっと待てよ。それはやりすぎだろ。何言ってるのよ。あなたがそうやって返済した分使ってたら、いつまでも借金は減らないんだから。これからは私があなたの給料も管理してお小遣い制にします。夫はずっと文句を言っていたが、私は一歩も引かなかった。結局、夫が根負けして私に全てを託した。私は金庫を買って、そこに夫の通帳などを全て入れた。それからは私が10万、夫の給料からも10万を返済に充てた。夫への小遣いは毎月3万円、残りの2万円は生活費の足しにしている。このペースなら大丈夫そうだ。私は少し希望が見えた気がした。だがそんな生活を続けていたある日、いきなり義母が家にやってきた。お母さん、どうしたんですか？急にやってきて。義母は私をにらみつけている。あんたね、マサトに意地悪をするなんてどういうつもり？え、意地悪？そうよ、マサトからお金を搾取して、マサトには少ない小遣いで貧しい生活を強いているそうじゃない。私は目が点になった。この人は一体何を言っているのだろうか。だがこの時、私は結婚の挨拶の時のことを思い出した。そういえば義母は夫について大企業で働いていると言っていたのだ。もしかしたら義母も夫に騙されているのかもしれない。私は義母を落ち着かせて正直に話した。実は雅人さんは大企業で働いているんじゃないんですよ。だから給料も低くて、手取りは15万くらいしかなくて、しかも多額の借金を背負ってて。だが私が話し終わらないうちに義母は話を遮った。マサトの言う通りね。え、あなたのその妄想は何なの？虚言癖もいい加減にしなさい。そう、そんな、私は嘘なんかついていません。そうやってマサトを困らせてお金をむしり取るなんてありえないわ。私はびっくりしてしまった。どうやら夫は私が正直に話すことを想定して先手を打っていたのだ。義母は息子である夫を溺愛しているようだし、息子の言うことの方が正しいと思っているのだろう。私がいくら説明しても聞く耳を持ってはくれなかった。さらに義母は私のことを散々罵倒してきた。マサトから奪ったお金、あんたが使い込んでるんじゃないの？え？あなた働いていないのに全く家事をしないそうじゃない。それに金遣いも荒いって聞くわ。いやいや、それは私じゃなくて夫ですよ。しかも私はちゃんと会社員ですし。またそうやって嘘をついてマサトに罪をなすりつけようとする。話の通じない義母に困っていると夫が起きてきた。あ、母さんも起きてたんだね。マサト、おはよう。今ちょうどこの女に説教をしてたところよ。ありがとう母さん。俺の言うこと全然聞いてくれなくてさ。通帳とかキャッシュカードも取られちゃって困ってたんだ。大丈夫よ、私に任せなさい。必ず取り戻してあげるから。そう言うと義母はまた私の方を向き、思い切りにらみつけてきた。早くマサトのものを返しなさい。うちのマサトを尻に敷くなんて最低よ。義母がそう言うと夫もニヤニヤしながら乗っかった。俺はお前に容赦しないぞ。俺の通帳やクレジットカードを返せ。ニート嫁のくせに生意気なんだよ。俺の言うことが聞けないなら出て行け。夫に騙されている義母。
そして適当なことを言って義母を味方につけている夫。もうこんな奴らに振り回されるのは嫌だ。私ならきっと新しい人生を送れるはずだ。わかりました。この家から出て行きます。私がそう言うと義母は手をたたいて喜んだ。これでやっとエリートなマサトが正当な扱いを受けられるわね。そうですね。やっとですね。私は微笑みながら荷物をまとめ始めた。まさか本気で出ていくと思わなかった夫は途端に慌て出した。おい、本気で出ていくのか。あなたが言ったんでしょ。出ていくわよ。今までご迷惑をおかけしました。私はそう言って頭を下げた。勝ち誇った顔をしながら義母は、ふん、今さら謝ったって遅いのよ、と言った。マサトも今度はもっといい女性を嫁にもらわないとね。夫は顔を引きつらせながら、ああ、と言っている。どうやら自分の置かれた状況はちゃんとわかっている様子だ。私はすぐに引っ越し業者に電話をした。明日には来れるみたいなので、すぐに予約した。引っ越しは明日になります。そう、それじゃあ明日はお祝いをしなきゃね。義母はそう言って嬉しそうに帰っていった。夫はその後私に何度も謝ってきた。俺が悪かった。だから離婚するなんて言わないでくれよ。私は夫が話しかけてきても全て無視して自室にこもった。そして翌日、引っ越し業者が来て私の荷物を運んでいく。夫は青い顔をしながらずっとそれを眺めていた。すると義両親が家にやってきた。これでやっと厄介払いができるわね。喜ぶ義母とは対照的に義父は怪訝そうな顔をしている。のぞみさん、息子や妻が言っていることは本当なのかい。義父は最後に私にそう聞いてきた。どうやら夫のことを疑っているようだ。私はこの人ならちゃんと話を聞いてくれるかもしれないと思い、すべてを正直に話した。すると義父は驚き、私に謝罪をした。本当にバカな息子とバカな妻が迷惑をかけてすまなかった。あいつにはちゃんと言って聞かせる。のぞみさんが今まで肩代わりしてきた約100万円分のお金は私が君に返して息子に支払ってもらうことにする。そして義父は夫を呼び出した。お前は嘘をついただけでなく、のぞみさんに散々迷惑をかけてどういうつもりだ。この人でなしが。義父の怒声に夫は完全にビビっていた。あなた、なんでマサトを叱るの。うるさい。お前が何でもかんでも甘やかすからこうなったんだ。お前も少しは反省しろ。義母も義父の怒声にびっくりして怯えていた。こいつは大手企業にも働いていないし、借金まみれでその返済をのぞみさんに任せてたんだぞ。そんな、それはのぞみさんの虚言でしょ。じゃあマサトに真実を聞こうじゃないか。おいマサト、社員証を出せ。えっと、ほらな、もう嘘をついていることが確実になったぞ。お前のことを信用していた私がバカだった。見えなのか何なのか知らないが、親に就職先について嘘をつくなんてな。それとも母親が溺愛しすぎて何でも買い与えるからエリートという設定にしておいた方が都合がいいとか思ったのか。夫は義父の言葉にドキッとしている。どうやら図星だったようだ。情けない男に育って俺は本当に悲しいよ。お前たち、早くのぞみさんに謝りなさい。義父がまともな人でよかった。夫と義母は私に失礼な言動をしたことを無理やり義父に謝らされていた。まあもう私は彼らのことを許すつもりはないのでいいのだが、
それでも二人が成敗されたのはスカッとした。その後無事に離婚が成立し、義父から私が返済した100万円分のお金が振り込まれた。元夫と元義母は元義父の指示で、元義父の兄の農家に飛ばされて、現在は厳しい指導のもと農作業をやらされているらしい。そして寝床と飯を提供する代わりに、二人の給料はすべて元義父に送られて、元夫の借金の返済に充てられているそうだ。本当にいい気味だ。一方、私は相変わらず仕事を頑張っており、現在は単身用のマンションで快適に暮らしている。これからも仕事に打ち込んで、さらに昇進を狙っていこうと思う。何か勘違いしているみたいだけど、ローンの毎月の返済額は